和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。桜並木がずっとトンネルのように続いているのであります。桜のトンネルであります。続いているのであります。突入であります。車で通れるんだ。桜のトンネルであります。本日桜のトンネル。危ないよ、お父さん。前ね、行ってみなくても下の方なのかな。歩いてくる。本日は桜のトンネルであります。本日は桜のトンネルに来ました。このように桜並木がずっとトンネルのように続いているのであります。桜のトンネルであります。本日熊谷寺桜のトンネルに来たのであります。素晴らしい。このように桜のトンネルがずっと続いているのであります。ちょっとあ、行こうか。なるほど。今の桜のとこ通ってこない。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。